その時かと、もうずーっと何度も何度もお会いして、二人の王子が写真見せたり、説明したり、取材受けたりしておりました。で、こういう道具はいつの時代とかあんまりはっきりはしないんですが、ひょっとしたら、まあ、ブラウスとかバックルとか見ると、いろんな写真を参考にしたのではないかと。例えば、93年のこのクリスマスカード。結構このバックルが、似てるんですよね。あとドラゴンもいいんですが、実はですね、ボスニア訪問した時にも子供たちがいっぱいいたんです。で、この動画を見るとですね、子供が3人いるんですよ。そうですね。角度によって、もう一人は隠れて見えないんです。あれ、アジ君じゃないかなと一瞬思ったんですけども、やっぱり子供たちとの接し方がとても素敵だったんですね。昔は保育園でバイトしたり、いろんなことあって、子育てなど世界中の子どもたちとの触れ合いが結構ダイアナ妃の光景の中にメインだったので、子どもたちに、で子ども2人だったらじゃあ王子2人でよかったのではないかと言われちゃうから、まあ、結果的に3人になったと思うんですけれども、まあ、大変な綿密な打ち合わせを持って、これが出来上がったんですね。中野さん、息子さん2人との銅像ではなくて子どもたちとの姿っていうものなんですね。やっぱり意外でしたね。あれ、女の子の銅像があるなと思って、これは子供たち一般っていう意味なんでしょうね。ピンクチャリティーがすごくイメージのある方なので、そういう側面を描いたんですかね。そういうところを、柳沢さん、そういう、まあ、母親のレガシーっていうか、そういうところを残したいという思いだったんですかね。そうですね、ウィリアム・ヘンリー両王子の姿を見てると、日本の言葉でよく子は親の頭って言いますけど、逆にこのケースだと母は兄弟の頭みたいな感じに見えるんですよね。まあ本当にレガシーなのかな。それで不思議と嫁さんが生まれてしまうんですよね。確かに、まあ、佐々木さん、いい雰囲気で話してるように見えますね。そうなんですよね。ですから逆にこういうきっかけをお母さんが作ってくれたんじゃないかなというのを言えると思いますね。思いますね。で、ヘンリー王子が非常にもう自ら話しかけたり、なんかこう接近しようとしてるんですが、ちょっと温度差があるのはウィリアム王子がちょっと一歩引いてるっていうか、冷静って言いましょうか。だから猫がいて、じゃれたい猫とあんまり聞こえてみたいな感じもちょっと受けるんですけども、形上はでも、まあ時々顔みたいな。ね、で式典の前に約1時間2人は会っているので、果たしてその中で、会話があったかどうかちょっと分かりませんけれども、さこの場所なんですけれどもね、ケンジントン宮殿ってよく聞きますけど、このガーデンそのものは、サンケンガーデンっていうんですけど、サンケンっていうのは沈んでるっていう意味なんです。よく見ると、ちょっとだけ低い位置になるんですよ。素敵な、ガーデンですけど、もう100年前に設計された、デザインされたものですけれども、実はですね、2017年に、こういう、没後20年にあたるときに、期間中にですね、公開して、この記念公演のホワイトガーデンという一般公開をやったんですね、この時そうなんですね。この時はもうさすがに皆さん仲がいいんですよね。はい。で、第二次はこのガーデンが大好きだったんです。ケンジントン宮殿の中で一番好きな場所。よく朝ジョギングして帰ってきて、大体庭師がいますから、その時世間話したり、ジョーク交えた話したりして大好きだったので、はい、そしてですね、続くとですね、2017年に。